ヤラマイクカンパニーもちもち大福です。お茶丸ダニー祭りだやいそう。さあ本日の動画は演習便ピコーン小ゾンデルよいしょー。さあということで、はい、本日は演習便ピコーンのお話をねしていきたいなと思ってます。はい、まずこの演習便ピコーンというのはですね、うん、無意識に演習便がポロッと出ちゃった時とか、うん、または相手方から、うん、演習便をパッと聞いた時に、うん、俺が気づくわけですよ、お茶丸が、うん、その時にうわっ演習便だピコーンとなったエピソードをお話ししているんですけども、はいはいはい、まあね今回は小ゾンデルっていう、ワードのお話になってます。はい、祭りだやいそうやいそうやいそう。今日はねどういう場面で起きたかと言いますと、うん、お茶丸くんは、うん、首とか肩、うん、めちゃくちゃ凝りやすいんですよ。はいはいはい、もう特にもう首とか俺もうパンパンになってくる時があって、で東京時代は、うん、お世話になってる整体師さんがいらっしゃったので、はいはいはい、よくその方にね頼んでたんだけど、うんうんうん、まあ、浜松に来て、うん、マッサージしてもらえるようなところを見つけたので最近ちょっとお世話になってるんですけども、うん、まあ、その日もね、うん、普通にもう結構肩と首凝ってるなと思って、うん、で行ったわけですよ、うん、でまあもうガチガチになってるここの、 首と肩の部分をほぐしていただいて、うん、あ今日も来てよかったなって思ってたんだけど、うんうんうん、マッサージ終わりに、うん、お茶をね提供してくださるんですよ。あ、はい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 、でそれはもう日替わりみたいで、うん、日によって違うらしいんだけど、うん、その日はダージリンティーか伊豆茶がありますよっていう風に言われただよ。ほう、でどっちにしますみたいな。ほう、でなんとなく、うん、その日は伊豆茶の気分だったもんで、うん、あじゃあ伊豆茶お願いしますって言って、うん、でまああったかいのか冷たいのかみたいなので、はいはいはい、まあホットでお願いしますなんつって、うんうんうん、でまあ俺がそのね、ちょっと着替えたりとかして帰り支度が終わってみたいなところで、うんうんうん、お待たせしましたって言って柚子茶を出してくださったんですけども、うん、その時にあったかいですからねなんて言って、うん、ポンと来た時に、うん、柚子茶果肉がちょっと小ゾンデルんで、うん、少し混ぜて飲んでくださいねって言われただよ。ほう、でその時に、うん、俺はもう心の中で、うん、3度見か4度見ぐらいこうなって、うん、小ゾンデル練習面ピコーンってなったわけですよ。そういうのやるから凝るんじゃない？ピコーンが原因じゃないの？下手したら可能性はあります。やめろじゃん。なるほどね。そうなんですよ。で今回のこの小ゾンデルっていうのはですね、うん、沈んでるとか沈殿しているみたいなそういう意味になるんですよ、はいはいはい、演習弁で言うと、うん、で以前にもですね動画でもピックアップしたことあるんですけども、はいはいはい、まあ「こぞむ」っていう人もいれば「うん、こどむ」とか「こずむ」とか、うん、まあ、それぞれの地域だったり環境で少し言い方は真ん中の文字が変わったりとかするらしいんですけども、うんうんうん、まあ、こぞむが割と多いのかなっていうイメージなんだけど、うん、そのマッサージ師の方が、うん、ポンともう何のあれも前触れもなくさ果肉がこぞんでるんで少し混ぜて飲んでくださいねって言われた時に、うん、うわー演習弁だーってなって、もうワクワクしちゃって俺すげえもっと話したいと思ったんだけど、うん、まあ、もちろん今こういうお仕事やってることも言ってないんでね、はいはいはい、もう冷静に「あ、ありがとうございます」なんて言って、うん、あーリラックスできますって言ってたんだけどさ、怖えって怖いって、そんな日常会話した後にこの YouTube でうわーとかやられてんだと思って怖えって。もう本当に俺はもうでもねあの時感動しちゃって、うん、あーやっぱ浜松にいるなーって思ってさ、だから日常で飛び交うワードってことだよね。そう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 。前にね動画で出した時も結構この小ゾムの話題については、うん、結構皆さんからも盛り上がったんですけども、うん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 、まあそれが自分でね言うとかさ、うん、例えば俺ん家でも出たりとかするんだよ、はいはいはい、これ小ゾンデルニーみたいなのとかって、うんうんうん、だけどそうじゃないもう本当に第三者というか、うんうんうん、あんまりそういう関係値がねない状態で、うんうん、不意に出た言葉だったもんで、うんうんうん、俺はねその日はもうそれだけでも満足して、うんうんうん、もうマッサージしていただいたことも忘れちゃうぐらいの感じの一日にはなったんですけども、何をしびったんだじゃあ
小ゾンデルを聞きに行った。いや違う違う違う、マッサージでしょ、うん、いやでもね本当にだからまあ大切なそのリラックスできたなっていうところもあるんですけども、小ゾンデルを聞けた時に本当に感動したなっていう話になってます。まあ、だからいい一日ですよね。そう、体もリラックスできて、そうワードもいただいて、練習弁も聞けて、うん、最高の一日だに。そういう場じゃないから練習弁を聞きに行く場じゃない、体をリラックスさせに行く場だということで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、以上やらまいかカンパニー。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。次の動画も見てね。